はい、このようなとこに来ました。かなり田舎です。美味しい卵小売りというところです。よく通るところなんですけど、通る道なんですが、一度行ってみたいなと、もう何十年も前から思ってまして、初めて来ました。美味長生地卵と、卵屋さんですね。そうなんですよ、鳥と声がするんですよ。高品質の瓶鶏卵入り、地下水のアルカリ性イオン水、名水百選の湧き水があり、調整卵感というところです。それではですね、行ってみたいと思います。建屋はですね、こういうところですね。調整卵感、それではですね、やってるのかな、入ってみたいと思います。レッツゴー。あ、ここから入るのかな。あ、野菜も売ってますね。こういうところですね。卵売ってますよ。高麗人参参入だって、すごいですね。これ大丈夫、割れないかな、持って帰るとき。ちゃったら台無しなの。詰め替えてくれんのかな。違うな。すごいね、いろんなのあるのね。結構ありますね。ミックスがね、ミックスでいいんじゃないの、うん、でも結構何個入ってるのこれ。2キロって結構ね。これ何個ぐらい入ってますかね。2キロで34、34、うわすごい。冷蔵庫入んないじゃん。入ります。で、野菜室に入る。野菜室入るか。割れない肉の持ってくる、大変なんですよ。オリスブラウン1キロってのもあるよ。680、2キロミックス。オリスブラウンっていうのがあれなのかな。薄皮圧力、オリスブラウン、あ、こういうパックに入ってるやつあるじゃん、うん、ソニアっていうのがなんかシンデレラだって。こういうパックに入ってるやつがいいんじゃない、うん、であれ割れちゃうもんね、うん、こういう20個入りとかもあるよ。こういうやつも調整。こんにちは。こんにちは。16個入りってのもある。
レラ買ってください。シンデレラってのが美味しいの。ラップが取りに行ったりします、はい、やっぱりね、中の色が違いますね。そうですか。いや、初めて来たんで、何がいいのかな。いいと思いますよ。はい、はい、割れないに持ってくの大変ですね、これ。ね、車でね、来たんですけども。やっぱシンデレラ一番ね、いいですよ。あ、じゃあシンデレラが、はい、色がね、いいですよ。はい、シンデレラ買ってきますか。じゃあ何個入ってるんだろう。2キロとかある。まだまだかな。割れないから大丈夫。じゃあこれ買っていこうよ。ダンボール1個でいいの。踏み切んないよ。こっちにでも10個入りっていうのがあるよ。うん、買っていくか。よかったな、シンデレラっていうのがいいそうです。このシンデレラっていうのがですね、色が違うそうですね。クーラーボックス入れたら割れちゃうかな。こういうここに合いますね。卵缶、家に帰って食べてみたいと思います。以上です。この鳥居をですね、抜けていくと左にお寺があって右側が神社があるということですね。抜けていくとですね、名水にたどり着くと、もうすぐですね、名水が。湯屋の清水の由来、なんか名水湯屋の清水って言った熊野じゃないんだ。環境庁認定だって。日本の名水、え、これだそうです。え、これのこと？こんなはずでは。名水ご利用の皆さん、貴重な自然の恩恵をいつまでも保全するための皆様の心からのご協力をお願いします。名水百選について、これのこと？これ、うん、これ飲めんの？これ名水なの？あ、飲用の際は貸してください。なんかやばそうじゃん、これ。あの奥から流れてくるんだけど、
応ペットボトルに組んでますけど、冷たいでしょ。井戸水なのかな、これ。井戸水じゃなくて、なんだ、雨水がろ過されて流れてきてるってこと。鯉がいます、鯉が。鯉がいますね。鯉鯉鯉鯉鯉。お、鯉が。マジっすか。の名水。この水が名水なの。これがですね、ずーっとこの上から流れてくるんですよ。いやー、あの奥から。マジですか。日本名水百選だそうです。環境庁認定。これ神社なんですね。何神社って。神社がありますね。御朱印もらえるのかな。寺がこの上にあるんだ。竜と王子っていうのかな。お寺がこの上にあるんですね。ここにも鯉がたくさんいます。餌を欲しかったのかな。